お疲れ様です。よく来たね。はい。あ、こっち。ばあちゃん警察警察ヘリでやってるやん。あ、ここね、青ですか。一応警察で買うからね。なるほどね。あ、そういうことか、うん、そうそうそう。ここにね、はい、倉庫あるからここに入れたいから。はい。今4000枚持ってきました。ちょっと見てもいいかい。はい、はい、大丈夫ですよ。300円ずつ分けてくれてありがとうね。まあ、ちょっと何キロ持ってるか分かんないで。はい。心なきが2500なので4000だとおそらく1000万かなと思います。1200万だね。3000で買い取るから。3000円でいいんですか。うん、心なき2500ですよ。あ、いいよ。あ、ありがとうございます。一応228番です、ね、だってあのクリスマス急便とか月の屋で3000円で売ってるから。あ、そうなんだ。うん、ありがとうございます。じゃあ今日何番だい。228です。なんでこれ。おまけです。はい、なんかあったので。228じゃあ1200万ね。はい、うん、ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、持ってかせてもらう。運んでもらって、結構取れますか、もしかして体の中は。まあ900ずつはいけそうだね。900ずつ了解です。はい、どうぞ。ありがとうね。はい、だいぶ髪型変わりましたね。ああ、いいでしょ。なんかパンちゃんのせいだっていう説もあるらしいけど。はい。らしいです。はいじゃない。はい。そうですね。カジノまで追われて、道路交通法切られましたね、僕。よし、ありがとう、ね。はい、ありがとうございました。また何かあれば、ぜひ。うん、そうね。言っていただければ。私あんまゴミ箱は触らないからね。なるほどね。ゴミ箱以外ってことなのか。リサセンと、はい、アシッとサルファー。サルファー、水は。やるけど、はい。ゴミ箱はあんま漁んないからね。なるほどね。多分あれなんだよね、はい、リサセンとアシッドサルファーとかって、はい、あれじゃない、もう単純作業じゃない。もうそうですね。ゴミ箱は多分結構知識だと思うんだよね。まあ動き方だったり、まあいろんなところ回ってって感じですもんね。はい、そう確かにそれはあるかもしれないですね。そうそうそう。あとみんなでできないっていうのもありますね、ゴミ箱。ああ、確かにね。おそらく組織とか、まあ、ギャングだったりもそうだと思うんですけど、うん、みんなで布だけ抜いてく人多いからね、はい、ですね。まあまた紙とかとありましたら、うん、そう、連絡くださったらおそらく用意できると思うので、よろしくお願いします。警察、布が必要になることほとんどないと思うから。あ、そうなんですね。そう、ダクトテープだけはね。あ、 OK です。ちなみにあなた、ダクトテープに値段つけるとしたらいくらだと思う。つかないですね。ないか。一応メカニックで10万で売ってるじゃない。メカニックで10万で売ってるんですか。あ、らしいよ。あ、そういう感じになってるんだ。うん、メカニックの多分そのショップ、はい、で売ってるのは10万らしいのよ。多分違うっすね、それ。あ、本当。はい、ありえんぐらい、ちなみに安い価格になってますね、それで言ったら。本当？はい、いくらだよ。うん、まあ多分結局500円っすね。500円で売ってんの。はい、アクトテープ。でも多分これ売り買いしないみたいなのも聞いたことありますね。あ、そう。ちょっとそこ整理しといた方がいいかもしれないですね。クラフトすると500円かかるんだよね。で、紙2つですよね。うん、もしかしたらこの取引すらもしかしたら1回やめた方がいいまであるかもしれない。いや、わかんない。でも多分、でも買ってる人見たことないですね。紙をかい？紙をじゃなくて、そのダクトテープをそのメカニックとして買ってる人。ああ、じゃあどうしてんだろうね、メカニックは。買ってんのか。メカニックはあんま作んない、ね。あのメカニックはもしかしたら買ってそれを市民に売っちゃいけないみたいな感じかもしれないですね。あ、なるほどね。感覚としてはその、はいはいはい、だから手に入れる方法は我々はクラフトしかないっていう、ね。はい、そうですね。一応買えはするけど、その値段で買ったりして販売とかっていうのはみたいな感じかもしれないです。もしかしてそれ聞いてみますわ、逆に上田さんにちょっとちょこっと。いくらで売ってんのかね。だからめちゃくちゃ安いんだね。まあそしたらでも5000円なのかな、布2枚で。その心なき価格だったら、ああ、まあね、バランス取れる価格はそんぐらい、ね、5000円だけど、でも5000円だったら買わねえよっていう感じもするしな。労働力使ってるってなったら5000円より取りたいしね、なんなら。いやだ、10万で売ってるって聞いたことあるから、はい、じゃあだったら作った方がいいし。なるほどね。ね、考えで私20分ぐらい1500の労働をこれに捧げてるから。ちなみに僕も紙やってる時はそれ、ま、毎朝やってましたね。だからなんならもしかしたらダクトテープがあるかもしれないです、僕。あ、本当。1000個とか
でもなかなか売り先ないでしょ、はい、売り先ないですね。まあでもやっぱ、ね、クラフトレベルを上げる楽しさでやってたんで。ああ確かにね、低いからね、はい、うん、ダクトテープ、あ、新人にやらすか、もうダクトテープ作りパワハラで、それありだと思いますよ全然。多分労働力使ってない人多いんで。あいつら楽ばっかしてるからね、はい、あいつらあの私の作ったブルパップ振り回して息になってるからね。絶対やった方がいいですね。教えてやんないとね、はい、ブルパップ作るまで。緑色の頭、アフロ頭のやつとかね、しばいてやろうと思ってる。緑色のアフロ頭、ブロッコリーさんかな。ああ、そうだよ、あの人もあの人もアフロなんやね。いや、あいつがアフロだからそれに合わせるみたいな感じだった。ルンルンまでアフロになってましたよ。ああ、そうだよ。でもちょっと気に入ってませんでした、あれ。ルンルンはなんなら、ね、ちょっと喜んでたまでありますけどね。あれ、なるほどね、ありがとうございます。ちょっとまあさっきのそのダクトテープの値段のやつはもしかしたらあれかもしれないんですけど、そうね、うん、まあ一旦、まあ売れないやつかもしれないから、はい、そうですね。ちょっとそこら辺も調べつつって感じで、はい、まああんま聞かなかったことにしていただけると嬉しい。素材屋やってんのずっと。そうっすね、うん、まだあんまつぶやいたりはしてないですね。そうかい、頑張ってちょうだい。はい、ありがとうございます。ちなみにあんたあれかい、なんか結構ジョブ開けときたい感じ。その感じはありますね、うん、まあ今一応3個埋まってはいるんですけど、905の体験で1個埋まってる感じではあります。あ、ね、まあでもやっぱ体験止まりにはしてくださいとは言ってるので。まあ何かした時にやっぱ白市民は、はい、はい、4つまで、まあ持ってるんだっけ、3つだっけ。いや3つっすね。3つかい。黒市民は何これ。黒市民は多分2個じゃないですか。ああ、なるほどね。あんま関係ないっちゃ関係ないですよね、そうなると。でも多分 黒市民はでもあのギャングに入ると、うん、確かギャングが1個みたいな。ギャングが1個使うのかい。はい、ギャングが1個のジョブだから、うん、ギャングプラス飲食みたいな感じだと思いますね。ああ、なるほどね。でも、まあ、他3つとかついてるとね。ですね。まあ、でもディーラーとかでもやっぱジョブじゃなくてもその見えないジョブで1個埋まってる部分もあるので、僕は、ね、実際に働ける場所は会場レストランと9055だけって感じではありますね。会場レストランだったら働けるから、引き続き。まあそうっすね。え、それで、え、いや、なんかね、はい、黒になったとしてもね、まあまあその宅警察側が出してくるパターンあるんですね。僕が言うのはまだしも。あ、なんかこの間あれじゃない、はい、あの、ね、店舗構えたらって言った時なんか、まあそうっすね、うん、なんかハゲ悪かった。まあなんか、ね、なんか立てられない理由みたいな、はい、ね、結構、ね、感じるところはあったけど、まあなんかそのずっとやってたから黒でもやらせてもらってる人と、うん、みたいな部分が自分とゴーさんの差があるなと思ってて、現状を知ってるのは確かに僕かもしれないけど、やっぱりコントロールしてるのはゴーさんかなっていう部分もあるので、そうなるともしまあ自分が万が一黒ってなった時に、まあ優位性がない、はい、すごいよねっていう感じになって、それで自分が白ジョブを持ってるっていう状況もなんか街のバランスとか自分が楽しむ上で嫌、うん、だなっていう部分は。なるほどね、そういうちょっと遠慮みたいなのがあるってことね。そうですね、あ、それはありますね。じゃあ私があの、はい、完全白の素材やってて、はい、あんたが一応共同経営者みたいな感じだったらどうだろう。そう、ああ、なるほど、ね、確かにそれは全然すごい、それめちゃくちゃ都合いいかもしれないですね。でもそのあの体験と同じだよ、はい、体験と体験と同じっすね。そう、なるほどね。警察とタッグ組んでて黒落ちすんのやばい。あとは、まあ、それはまあそれは仕方ないですかね。そう、なるほど、調達してもらってるっていう状況だったら、ね、はい、まあなるほどね、うん、まあ、そういうのもあるよね。そうですね、逆パターンだったらすごい、その今の9055みたいな感じで、うん、すごいやりやすい形ではあるかもしれないですね。いや、なんかそれが原因でなんか踏み切れないんだったらちょっとね、はい、いろいろやり方あるなと思った。なるほど、ありがとうございます。そういうことっすね、はい、わかりました。実現できるかわかんないけどね。確かに、ちょっと私は今、まあね、素材もお金も集めてるけど。なるほどね。まず市長、次起きてきたらちょっとなんか条件とか聞こうと思ってるから。はい、わかりました、ありがとうございます。いろいろじゃあちょっと行ってきます。 ありがとう、ね、はい、ありがとうございます。優しすぎないか。まあそうね、まあでも今話した通りだからな、踏み込めない理由と、まあ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 運営があまり、ま、回りたくない理由含めてみたいなところはあるね。警察とタッグ組んでる素材屋で黒脂肪は意味不明。それブレブレだけどな、普通にブレにブレてるよ。
激ブレだけどね。まあでもメインで僕側がね動いてるみたいな。バーバリアンさんもね警察業も大変だろうから、それは面白そうやけどね。お前そういうこと気づかれるんだ。もうラストラスト、終わり終わり終わり、死ぬ。あーいたいたいた、やばいこいつ